ホワイトリーウィンドファームマイヤーズレールウィンドプロジェクト集合型風力発電所またはウィンドファームは多数の風力タービンを1箇所に設置し発電する施設大規模なものでは数百平方マイルの広大な敷地に数百の風力タービンが並ぶがタービンとタービンの間の土地は濃厚など他の用途に利用できる洋上に設置される場合もある 大規模な陸上の集合型風力発電所は主にアメリカが主国にある。2013年現在、陸上で世界最大の集合型風力発電所はカルフォルニア州にあるアルタウィンドエナジーセンターで1320メガワットの発電能力がある。それに次いでロスコ風力発電所やホースホロー風力エネルギーセンターがある。 2010年11月現在、洋上で世界最大の集合型風力発電所は、イギリスのタナトオフショアウィンドプロジェクトで300メガワットの発電能力があり、それに次ぐのがデンマークのーンズレツーである。集合型風力発電所は、多数の風力タービンを1箇所に設置し発電する施設である。タービンを中程度の電圧の終電システムと、 通信ネットワークにつないである。変電所の変圧器でこの中程度の電圧をより高い、電圧に変換し、送電システムへと送る。大規模なものでは、数百平方マイルの広大な敷地に、数百の風力タービンが並ぶが、タービンとタービンの間の土地は濃厚など、他の用途に利用できる。洋上に設置することもあり、海や湖の水面上を吹き抜ける強い風を、 利用できるという利点がある。アメリカ合衆国における利用可能な風力の地図、風力密度によって色分けしてある。一般に風力発電機は風速が秒速4.5メートル以上の時効率が良い。一年中一定の風が吹き、突風が吹きにくい場所が理想的である。タービン配置の重要な要素として他に 周辺の電力需要や送電網へのアクセスがある。設置場所はまず、ウィンドアトラスに基づいて事前に選択し、実際に風を測定して評価する。大規模な風力プロジェクトの場所を先行するには、気象学的な風のデータだけでは、不十分で、現地の正確なデータが必要である。候補地の風向風速といった、詳細なデータを集めることが、 プロジェクトが投資に見合うだけの成果を上げられるかを判定するのに重要である。風のデータは1年かそれ以上にわたって集められることが多く、風力発電機を設置する前に詳細な風の地図を作成する。高度が高いほど障害物が少ないため、風はより強く吹く。高度による風速増加は地表付近ほど大きく、地勢。 地表の凹凸、樹木や建物などの風の障害物の有無などに影響される。高度と風速は、ウィンドプロフィールパワーローという法則に従う。これによると、風速は高度の7乗年に比例して増加する。従って、風力タービンの地表からの高さが2倍になると、風速は10%増大すると見積もられ、風力エネルギーは34%増加すると予測される。 世界初のウィンドファームは1980年12月、ニューハンプシャー州南部のクロッチドマウンテンに設置されたもので、30キロワットの風力タービン20機からなる。2014年1月現在、世界最大のウィンドファームとしては、アメリカのアルタウィンドエナジーセンターがあり、1300メガワット以上の発電能力を持っている。その他大規模なウィンドファームとしては、 ロスコ風力発電所、ホースホローウィンドエネルギーセンターなどがある。予定している。計画中の最大のものとしては、中国のガンスウィンドファームがあり、20GW を予定している。ビグロキャニオンウィンドファームの建設中の風力タービン陸上のウィンドファームは、海岸線や川から3キロメートルほど、内陸の丘や山地の分水線に設置される傾向がある。 そういった場所で海からの風が強くなることを利用している。30メートルずれただけで風力エネルギーが倍も変化することがあるため設置場所の選定には最新の注意が必要である。コペンハーゲン付近の洋上のウィンドファーム洋上の風力エネルギー利用ではヨーロッパが先行しており、 世界初の洋上ウィンドファームは1991年にデンマークで設置された。2010年現在、ベルギー、デンマーク、フィンランド、ドイツ、アイルランド、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、イギリスの洋上で39のウィンドファームが稼働しており、総発電能力は2396メガワットとなっている。ヨーロッパ全体で 総計 100GW 以上の洋上ウィンドファームの計画が提案されている。ヨーロピアンウィンドエネルギーアソシエーションは2020年までに 40GW、2030年までに 150GW のウィンドファームが稼働すると推定している。世界最大の洋上ウィンドファームはイギリスのロンドンアレイで発電能力は630メガワットであり、 ついでイギリスのグレーター・ギャバド・ウィンド・ファームである。洋上の風力タービンは沖合に設置されるので、その大きさや騒音が問題とならず、目立たないという利点がある。また陸地より、水面の方が平坦であるため、平均の風速も一般に洋上の方が高い。設備利用効率は、陸上の場合より、はるかに高い。カナダのオンタリオ州では、 五大湖を設置場所候補として考えており、例えば、トゥリリアムパワーウィンド一では、湖岸から約 20km の場所で400メガワット以上の規模のウィンドファームが提案されている。カナダでは他に、太平洋に面した西海岸でもウィンドファームが提案されている。2010年現在、アメリカ合衆国には、洋上のウィンドファームがない。しかし、東海岸、五大湖、 西海岸など風力エネルギーが豊富な地域での開発が検討されている。中国新疆ウイグル自治区のウィンドファーム2009年末時点で中国の風力発電の総発電能力は 25.1GW であり、中国は風力発電が経済成長にとって重要な要素だと認識している。国土が広く海岸線も長いため中国の風力資源は豊富である。 ハーバード大学と聖火大学の研究によれば中国は2030年までの電力需要をすべて風力エネルギーで賄えるという2008年末時点で少なくとも15の中国企業が風力タービンを生産しておりさらに多くの企業が部品製造などで関わっている1.5メガワットから3メガワットの風力タービンが一般的となってきた 中国の主な風力タービンメーカーとして、ゴールドウィンド、ドンファンエレクトリック、ハナスルドカゼデンがあり、他にも海外の主な風力タービン製造業者が中国でのマーケティングを行っている。また、中国では小型の風力タービンの生産も増えており、2008年には約8万機を製造した。中国の風力発電産業は急激に発展しており、 世界金融危機にも影響を受けなかったという。2009年、中国の風力発電能力は、アメリカとドイツに次いで、世界第3位となり、設置された、風力発電の総発電能力は2009年末までに、20GW に達した。グローバル・ウィンド・エネルギー・カウンシルによれば、中国での風力エネルギー開発の規模とペースは、世界的にも比類ないものだという。 全国人民代表大会常務委員会は再生可能エネルギーで発電された全電力を買い取ることを中国国内のエネルギー企業に義務付けた法律を成立させた。スペインガリシア州の山岳地帯にあるウィンドファームドイツニーダーザクセン州にあるウィンドファーム欧州連合での風力発電の総発電能力は74,767メガワットである。ドイツは アメリカ合衆国に次いで、ウィンドファームの数が多く、2009年末時点の発電能力は25,777メガワットとなっている。発電能力で、世界第四位は、スペインの19149メガワットで、六位が、イタリアの4,850メガワットである。2006年、イギリス政府は、世界最大の洋上ウィンドファームロンドンアレイの、 計画を承認した。県との海岸から12マイルの沖合に341機の風力タービンを設置する計画である。風力発電普及の最大の障害となっているのは、ウィンドファームでの発電量が完結的だという点である。多くの場合、風は1日中吹いているわけではないため、発電できない。時間の電力需要を賄うバックアップ手段が必要とされる。 これに対処するため、国ごとの電力網を相互接続したスーパーグリッドが提案されている。これはデンマークから北海経由でイングランドまでを結び、さらにケルト海経由でアイルランド等を接続し、南にはフランスやスペインまでをつなぐ西ヨーロッパをまたぐ電力網を構成するという構想で、特に世界最大のウィンドファームになると言われている。 スペインのイゲルエラのウィンドファームをスーパーグリッドに接続することが構想されている。例えば、低気圧がデンマークからバルト海に移動すると、次の低気圧がアイルランドに近づいてくると言われており、スーパーグリッドの領域内で常にどこかで風が吹いていることになるという。ブラソスウィンドファーム2009年末時点でアメリカ合衆国に設置された。 風力発電の総発電能力は 35GW を超え、ドイツのそれを超えて世界第1位となっている。風力発電はアメリカの総発電量の約2%になっている。2008年には 8800MW の風力発電所が新たに稼働し、2009年には 9.900MW 以上が新たに稼働している。 2009年に新たに稼働した分の発電量は一般家庭240万世帯の電力需要に匹敵し原子力発電所3カ所分に匹敵するこのままのペースで風力発電の開発が進むと2030年にはアメリカの電力の20%を風力発電で賄うことになる2008年の成長は 1> 約170億ドルの経済効果をもたらし、風力発電は天然ガスとともにアメリカの新たな主要な発電リソースとなった。2008年に新たに追加された発電能力のうち約42%が風力発電だった。サンゴルゴニオ峠ウィンドファーム2008年末時点でアメリカでは8万5000人が風力発電関連で働いており、 国内の風力タービン製造最大手は GE エナジーである。ウィンドファームの建設によってその地方の税収が増し、土地を提供した農民には安定した収入源となり、農村の経済が活性化した。風力発電はアメリカ合衆国の約900万世帯弱の電力需要を賄えるほどの発電量であり、毎年5700万トンの温室効果ガスを 抑制している。これはアメリカの発電関連の温室効果ガス排出量の2.5%に相当する。ウィンドファームの発電能力を州ごとに見るとテキサス州が9728メガワットで最も大きく、ついでアイオワ州が3670メガワットである。テキサス州にはラスコウ,ウィンドファームという世界最大のウィンドファームがある。 風力タービンの近くで草を食べる家畜従来のエネルギーイベントが環境に与える影響に比較すると風力発電の環境への影響は小さい。しかし鳥が風車に巻き込まれて死ぬなどの影響が指摘されている。風力発電は水を消費せず化石燃料を使った従来の発電方式と違って燃料も消費しないため大気汚染を発生しない。 風力発電所の資材を製造し、現地まで輸送し建設するのに消費したエネルギーは、その発電所を数ヶ月稼働させることで取り戻せる。水売り州立大学の科学者、ギャレット・グロースは、得られるものに比べれば、環境への影響は、非常に小さいという。風力発電には、広い土地を必要とするが、風力タービンの間の土地を農業などに利用する。 ことは可能である。鳥や川堀への危険は多くの場所で問題となっているが、他の人間の活動によっても鳥は死んでいるし、特に化石燃料使用の環境への影響に比べれば大した問題ではないというものもいる。一方、ウィンドファーム建設に反対する人々もいる。絶滅が危惧されているカリフォルニアコンドルが南カリフォルニアのテハチャピッパスウィンドファームで死んでいる。 証拠があるとされている。川掘りは重要な移動の時期に危険にさらされると見られている。これらの種の現在の生息数やウィンドファームでの死がどう影響しているかについては何もわかっていない。10km 以上沖合の洋上のウィンドファームは川掘りに影響することはないが、付近に鳥のコロニーがあった場合の影響を懸念する研究者もいる。警官の一部地域では 問題とされてきた。アメリカ合衆国では、マサチューセッツ州のケープウィンドプロジェクトが景観が損なわれるという付近住民の反対によって何年も遅延してきた。イギリスでの意識調査によると、70%以上の人々がウィンドファームの景観を気にしないかむしろ好ましいと感じている。スコットランドのアードロサーンの懲戒議員によれば、アードラソンウィンドファームについて、 大部分の地元住民が景観が改善されたと感じているという。それによると、風力タービンが並ぶ様子は印象的で街を落ち着いた雰囲気にする効果があるという。レーダーマップに見られる集合型風力発電所の干渉防衛、気象観測、航空交通管制などに使われる地上レーダーはウィンドファームに影響を受ける。 大きく素早く回転しているタービンのブレードがレーダーの信号を反射し、その反射波を航空機や気象パターンと見間違うことがある。基本的な物理的制約がなければ、ウィンドファーム周辺の航空機や気象パターンの識別は正確に行える。しかし、老朽化したレーダー施設については問題があるとされている。米軍はいくつかの基地で風力タービンを使っている。 減少干渉のレベルは、レーダー内の信号処理によるもので、航空機の速度や航空機と、風力タービンのレーダーとの相対的な向きが関係する。ウィンドファームのタービンのブレードの上空を飛ぶ航空機は、ブレードの先端が航空機並みの速度で移動しているために検出できなくなる可能性がある。現在この干渉のレベルを特定し、 将来のウィンドファーム建設に生かすための研究が行われている。問題は隠蔽、散乱、信号の変化などを含む。このレーダー問題により、アメリカでは1万メガワット分のプロジェクトが行き詰まっている。状況によっては、風力タービンからのレーダーの応答はほとんどないか、あるいはあっても橋の上を通る自動車や煙突程度のものである。 一部の長距離レーダーは、ウィンドファームによる影響を受けない。対策高級的解決策としては、ウィンドファーム上空を飛ぶ、航空機を追跡する際に、タービンからの反射波を防ぐなどが考えられる。イングランドの入ッする国際空港では、短期的対策として、ウィンドファームのタービンの反射波が、レーダーマップに表示されないようソフトウェアにパッチを当てている。ステルス性のある。 タービンブレードも開発されており、レーダー波の反射を抑えることができる。同時に、レーダー側でもタービンの干渉をフィルターで取り除くシステムの研究がなされている。2011年初め、アメリカ政府は、レーダー、風力タービンの分析ツール開発のための予算を承認した。このツールは、ウィンドファーム建設前に、レーダーへの影響を予測するもので、 レーダーシステムに影響が出ないようタービンの配置を変えたり、場合によっては、ウィンドファーム建設を中止するといった判断が可能になる。ウィンドファームに反対する人々は、風力タービンが単に工作地の一部を占めるだけでなく、農作物にダメージを与えるとしている。アメリカでの最近の2件の研究によると、逆の結果が出ている。 イリノイ大学で大気を研究している教授ソノの夫、バイジャ・ロイが2010年10月に学術誌プナズに発表した論文によれば、ウィンドファームに隣接した場所では、日中の気温が若干低くなり、夜間の気温が若干高くなるという。ロイはこれを、風車が発生する乱気流の効果だとしている。コロラド大学のジーン・タコレート・ジュリー・ランダクイストが、 アメリカ地球物理学連合のサンフランシスコでの会議で発表した研究ではアメリカ中部のトウモロコシと大豆について分析し風力タービンの発生した微気候が春と秋の霜を防止し病害を防ぐ効果もあり作物が改善されるとしたまた成果の猛暑の頃も作物周辺の温度は周囲よりも2.5から3度下がるため トウモロコシの栽培に違いをもたらすという、ありがとうございます。